じゃあ2014年お疲れ様でした。ここで BGM が入る感じでしょ。タンタンみたいな、タンタンタンみたいな、おしゃれな BGM。 もうね結構回ってんだけど2014年振り返ってどうでしたか。お店としての1年はどうでしたか。人気だったアイテムとか買ってよかったと思うものはありますか。別注いろいろやりましたね。かっこナッパネビアスマイル。聞いてんの聞いてんのナッパネビアよかったね。そうっすね、ナッパネビアご好評です。ご好評、大好評でびっくりしました。正直あんなに来たみたいな感じね。でもまあ本当にこうあんなにって言い方悪い。いやでもほら歴史重ねてるアイテムだからね、だいぶみんな持ってたけど、それでもやっぱりねまだ手に取ってない人いたってことだからね。カーリーとか良かったですよね。一回は非常に非常に良かった。小野さん、小野さんどうでした。僕小野さんはどうでしたか。あのカーリー、あのあれあの評判良かったですね。評判良かったですね。あのカーリーターリー何ターリー何それ、うん、新しいなんか今わかんないけどジャングルの王者ターちゃん思い出したすげえやな。今年1年でもさ、みんなすごく協力してくれたようなすごい、いや本当にすごい感謝が、本当にメーカーさん関係者の方々には本当にもうありがとうございますっていう、ね、歴代のメガネさんありがとう誤解が良くない。このふざけた空気を作っちゃう。あ、そうだそうか。これなんかあれみたいに謝れば演者怒ってる。あ、じゃあ謝ってもらっていい。持ちだったんだ。いやで、これでいいんすか。ダメ見晴らやすい人も始まったし、ブランド的には、まあね、そうビジネスシューズライン、まあ、ビジネスシューズラインって言ってるけど、でも全然ビジネスシューズじゃなくてもカジュアルでも使える。まあちょうどね、そのラウンジのスーツとかアダチメントのスーツとかね、まあ、ユーティリティとかもそうだけど、あの辺の足元にはすごいいいんじゃないでしょうかね、お客さんにも結構好評で。お前ら食ってばっかじゃなくてちょっと歯磨きして一番今年良かったアイテム一つずつ語って。あ、それいい、じゃあ小野ちゃんどうぞ。僕あのマーカーの MA1 別注の、あー、良かったね。でしょ、これ安かったでしょ。すごい良かった。4番いったえ4番はレムサイズ。レムサイズね、先ほどレムね、先ほどった。山ちゃんどうだった。僕はもうノンネイティブのデジットデニムです。割とあれだね、ベーシックなところ。ベーシック、いや定番品はもう間違いない。なるほどね。次の日のちょっとあれなんで作ってないんで。ああ、あれ作ってます。あ、そうなんだ。リジットは作ってます。あ、そうなんだ。なんかファン的には結構支持されてた感じしたけどね。もうそうっすね、ファン的にはやっぱりあそこをやっぱりずっとやってたと思うんで、急に定番から外れるってことはないと思うんですけど。よし君何が良かった。やっぱりスーツですね。なんだかんだ言ってスーツすごい強かったな。ロロピアーナですね。いいよね、すごい良かったですね。どこら辺、あとラペルがすごい良かったです。ロロピアーナのラペルが良かった。ラペルなんだかんだやっぱラペルですよね。薄いね、バカに言ってる。ダメでしょ。いやでもあの生地感であの価格帯ってのがすごい、まあないよね。やっぱ値段が高騰してる中であの価格で出せるのはさすがラウンジリザートかな、ね、あと本当それこそ1階で買ってる人もうちで買ったりしたんです、スーツは。で一応まあ来年も出る予定なんで、ロロピアーナぜひ2着目と3着目と2着目半額です。すげえか。2着で1000円です。谷口さんに怒られる。じゃあイカちゃんは何が良かったですか。いっぱいあるんですよね。まあやっぱナッパネビアですよね、一番買ったてか欲しかった。ギリギリ今年だね。そうだね、ギリギリ今年。そうだね、今年だね。で今年ですよね。もう今年だった。1月に最初の、そうそう、1月に最初発売して、なんかあんまりにも人気出てたんですね、はい、北原先生はどうですか。あ、なんかその先生って言われて落とさなきゃいけないみたいな雰囲気。
でも本当に話かですね。いやでも本当に今年ね、今年すげえ爆発的に売れたし、未だになんか今年買ってよかったなってものはハイパワースレッジシリーズ。ああいいね、ハイパワーいいね。それが良かったな俺。もうやめとけ。これはもうハイパー良かったね。ハイパー良かったですね。すんげえお客さんに紹介してし、みんな納得して買ってくれたし、まあ次もだったし、ハイパー続き出るんで、まあ、シーズンも、ね、新しい形でも出るんで、ちょっとそのあたりは、ハイパーマンラジカルですね。ハイパーマンラジカルでも楽しめるんじゃないかな。なるほど。マンパワーじゃねえよ。あれ、カメラが向くってことは、俺も喋れってこと。吉見さんの一番良かったアイテムは、俺これ一番良かったタイトル。タイトル、タイトル、あやばすぎる。いや一番良かったのこれです、本当にこれすごい、俺これすごい好きでずっと着てる。クールこれクールマックスだよね。あ、クールマックス、そうだね、クールマックスで、なんか熊谷さんも着てたしね。そうっすね、ね、展示会の時にね、はい、色違いで買っちゃった。これすごいいいです。うんと、今年印象的だったこととかあります？ペーパーマガジンは良かったよね。まあそのウェブ見てら、ウェブだのそのなんていうのかな、その新潟県以外のお客さんはあんまピンとこないかもしれないけどね。そうですね。紙のそのフリーペーパーうちが独自で作って、まあそれをお店で配布させていただいて、そのクオリティがまあすごく、まあメーカーさん含めてすごくこうお褒めいただいて、そうですね。展示会いらっしゃったメーカーさんとか、これ持って帰っていいですか？そうそうそう。っていう。うん。好評をいただいてですね、やっぱ見た人が2階に来るっていうのがすごいびっくりしましたね。1階で買ってる人がアタッチメントのパンツを見に来た、いいよね、嬉しいね。そうだね、結構あるビール全体を分かってもらえる機会っていうのね。まあだってさ、俺らだってさ別にね、俺だってノンネイティブ着るし、俺だってマーカー着るしさ、まあそうっすね、うん、だからそういう分け隔てなくやっぱみんな好きだから、うん、お客さんにもそれを分かってほしいっていうのはあのペーパーマガジンでちょっとできたのかなっていうのは、うん、それはすごい良かったですね、うん、やっぱ どっかしらなんかこう1階は1階、2階は2階、アタッチメントはアタッチメント、ラウンジはラウンジみたいな感じの区切りがあるような感じするけど、俺らなんかオンリーショップだけどセルフショップみたいなことやってて、そうそう、アタッチメント、パンツはアタッチメントだけど上はラウンジだったりとか逆だったりとかね、なんかそういうことをちゃんとお客さんに説明というかね、示せたのかなというふうに思うんだけど、まああと今年は、まあ、俺がさくらまなのあのサイン会に行ったっていう、ああ、フェイスブックですげえ行ってましたよ。さくらまなの、さくらまなちゃんこれ見てたら、あのうわぁ、いないでしょ、男どもしか見ない。来年どんなことやる予定ですか、かっこ、これ読んじゃっていいのかな、スーツフェア、うん、来年欲しいもの、狙ってるもの、おすすめ、注目して欲しいもの、ことはありますかって話なんだけど、スーツフェアはこれバラしていいの？まあいいんじゃないですか、あとまあ皆さん見てるときは、ね、だってもう、ね、あと1週間、3週間とか1週間はないよな。じゃあスーツフェアの案内、しゃべって、スーツフェア、こんばんは皆さん、小野です。いない？拾ってから、マイクはちゃんと。マイクはどうする？1月17日、18日の2日間、オープン12時、クローズ20時。あそこの渋川ってあったけど、やっぱ渋川の後期なんだ。いやいや、それはない。いやいやいや、それはない。で、スーツフェアは？はい、17日、18日で、まあ、エッセンス1回をですね、まあ、基本的に今、カジュアルのウェアを置いてるんですけども、まあ、それを全部1回、まあ、商品引きまして、まあ、そのタイミングで、アタッチメント、ラウンジリザードを、あとは UTD ガンナ、ちょっとその3つのブランドからちょっとスペシャルなスーツをご用意させていただきまして、カジュアルのセットアップから、まあ、冠婚葬祭、まあ、そういった場面で使える、セットアップを用意させていただいて、まあ、ちょっとこれご覧の皆様、来ていただければ吉村の方から最高のプレゼント待ってますんで。今ちょっと言えないんですけど、ちょっと待ってください。これ見た人に吉村にちゃんと一声かけてもらえば、吉村から最大のプレゼント、最高のプレゼント問い合わせでね、はい、吉村さんのあれなんですか、あれなんですかっていただければ。今回カジュアルで、まあ、今までやってきた我々がスーツもかっこいいの提案しますよと、ね、展示会でもすごい評判良かったですか。そうだよね、そう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 、別注ご用意してます。僕個人的に今一番気になってるのは、まあ、アタッチメントの蝶々面シリーズ。そうですね、うん、新潟はまた限定で、別注で復刻させてもらえるっていうことで、1月の中旬から下旬ぐらいにかけて発売としてる、まあ、
これもナッパネイビアと同じなんですけど、かの名作シリーズ、かの名作シリーズ、まあもうすでにウェブサイト上だったりとか、あの店頭で結構告知してるんですけど、まあ大好評だね。大好評ですね。これいつ入るんですか、女の子が欲しい、なんとかなんないですかみたいな、ほんと、多分そのナッパネイビアの煽りみたいなじゃないですけど、もしかしたら買えないんじゃないかっていう、もう買います。でもさ、あのあれ本当に一番初め出した時とかさ、もうあっという間になくなったもんね。すぐなくなりましたね。で、なくなったからもっといっぱい取らなきゃいけないんだと思って、もっといっぱいバイングして並べても、そうっすね、もう本当にその日にサイズなくなっちゃったりとか、まずなんかそのセールに並ぶってことはまずなかったから、本当に名作中の名作。俺も2本持ってるし。でも今後も展開なし、今後展開なしです、なしです。あとまあいろんなパーカー見てきてるが、あの蝶々面のさ、あのツヤ感ってすごくいいよね。もちろんカーリーのあの木彫の雰囲気もすげえいいんだけど、なんかモード感があって、ね、あのツヤ感はすごく他のブランドじゃ見ないかな。5年ぐらい来てますけど、まあ、サンプル5年ものなんですけど、まあ、下手れないっすね。そうだよ、シミズスからパーカーで5年着れます。そうだよね。しかもなんかそのガッチガチ硬い素材ってわけじゃないのにね、柔らかい、むしろ柔らかい素材なのにね。でもそんな毛玉がすっごい出てるわけで、非常にやっぱり1枚あれ本当にあるだけで、他のパーカーは買ってないんですよね。まあ、今回逆にそういった意味でこうコスト面でね、結構難産だったんだけど、そうそうそう、まあなんとか折り合いがついて、当時の価格でご提供ですね。何その急に安っぽくなるの。一回は何をご用意して、一回は越中がたくさんございます。じゃあなんか一個絞って言っていただければ。一個はまあ先ほども申し上げたスーツの件ですね。ユーティリティガーメンズです。まあ、結構三つボタンがユーティリティガーメンズ多くて、よりカジュアルに着やすいモデルが多くなるんですけど、2つボタンになります。でパンツもちょっとゆったりとしたシルエットが特徴的なんですけど、今回は ES だけにちょっと細めに、ね、細めに、はい、絞って作ってるモデルがありますので、まあがっちりのビジネススーツっていうよりはちょっとアンコンな感じの。そうですね、まあ、結構結婚式の二次会とか、うんうん、そういうパーティーの場面でも使えますし、うん、あとまあカジュアルで普段着として使ってもらっても全然使いやすいかなっていうモデルで、一応ブラックとあとチェックの2パターンでご用意しているので、まあ、ぜひ1着はゲットしていただければ嬉しい限りなんですけど、ちょっと別注が少し多くなるんですけど、非常にあのスタッフ A も今撮影してくれてますけど、スタッフ A どこですか。スタッフ A はスタッフ A どこだ。おー、スタッフ A どこだ。わー、あそこだ。あ、いた。なるほどだっただおいおい、1回の時だよ。本当にあの世紀末、まあ、2月、4月、まあ、非常にあのいろんなものを仕込んでいるので、映るようにやるおい、お前もかラウンジはどうですか。ラウンジはですね、まあスーツキャリアをやるってさっき言ったと思うんですけど、それに絡めて年間通してやっぱりまたスーツの方で新しい提案をしたりとか、百谷さんといろいろ相談しつつ、年間通して、仕込んでいくものが今後いっぱい出てくると思うんで、何かしらあるというところで、はい、多分あのゴールデンウィークにすごい大きいことできるんじゃないかなという感じです、ね、というところで2015年用意していることっていう感じですけど、まあ2015年いろいろ動きがありそうですけどね、お楽しみに。今から2軒目行ってくるね、顔文字汗マークってのが昨日から力を送られてきます。上司に対して送り間違えた。送り間違えましたあれは本当に焦りました。かわいいな。かわいい、ごめん、でもあるんですよ、俺吉村にも送ったことない全国のあの、イカラシ君ファンの男性諸君が、あ年末年始ご覧いただいている方に一言って話なんで、どうですかね、年末年始ご覧、まあまあ年末年始にこの動画を見てるってことはさぞかし暇をしてらっしゃるんでしょうって感じなんだけど、ダメでしょ、ただ作れよな、時間作ってご覧いただいてるわけですよ。ガキつかみか、紅白見るか、ESTV 見るか、絶対に笑ってはいけない。 ESTV、 ESTV、 あ、それおもろいっすね、面白いね、すぐ笑っちゃう
あれでしょう。殺されたゴリラ顔があれ、殺されたアルパカじゃん。あ、コラージュされてるやつ出てくる。引き出し上げた。引き出し上げたんで。というわけで、じゃあ締めましょうか。ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。かぶってんだろ。あのよ、全然しなくてみたいな。やっちまったって思うんですよ。そう、再放送できないよ。あれ、一回言って言ったんですよ。あれ、24時間テレビで違うよ、24、公式じゃないよ。公式じゃないって。なわけねえじゃん。やってる最中、なんか映されるよね。あ、そうそうそう。そうそうそう。あの、ライブカメラみたいについてて、ね、俺、トイレ何してくるんですか。この話は、トイレ。小野さん。違う違う、ちょっと用足したいなって。ん、ヨータス、ヨータス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 。今日相田ヨーの誕生日だね。あ、そうですね。昨日じゃないですか。昨日、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 昨日だよ。昨日、今日ですか。またいだ。なんだ、なんだ、またいだ。